PBR322 プラスミドは、クローニングベクターとして広く使用される、プラスミドの一つである。ベクターとは、外来遺伝物質を別の細胞に、人為的に運ぶために利用される DNA、または、RNA 分子である。任意の遺伝子や DNA、RNA 配列を、導入先の細胞内で増幅、維持、導入させる、いわゆる遺伝子組み換え技術に用いられる。 具体的には、プラスミドやコスミド、ラムダファージ、および人工染色体等を指す。これらのベクターは実験操作を簡便にする目的で、複製起点、マルチクローニングサイト、および選択マーカーを持つことが多い。語源は、ラテン語の運び屋に由来する。外来 DNA を含むベクターは、通常、組み換え、DNA とみなされる。ベクター自体は単純な DNA び、 RNA 配列であり、インサート配列を他の細胞等に導入するための輸送機として機能する。一般的に細胞へ遺伝情報を移入する目的の一つは、標的細胞で導入遺伝子を管理したり、あるいは増幅させたり、発現させたりすることが多い。原理的には、あらゆるベクターはクローニングに使用することができるが、 クローニングの目的に特化して設計されたベクターも存在し、一般的にクローニング用途やライブラリー作成としてはそれらが利用されることが多い。一方で導入遺伝子の転写やタンパク質発現などの目的のために設計されたベクターも存在する。標的細胞における導入遺伝子の発現を目的として設計されたベクターのことを発現ベクターと呼び、これらは 一般的に導入遺伝子の発現を促進するように、プロモーター配列を組み込むことで、挿入した DNA 断片からタンパク質の翻訳を促進させている。他方、転写ベクターと呼ばれるより、単純なベクターは転写のみを目的としており、導入先の細胞内で複製を進めることはできるが、導入遺伝子の翻訳は行うことができない。そのため、転写ベクターは、 挿入遺伝子をメッセンジャー RNA で増幅する目的で使用される。また、挿入する DNA 断片の大きさや挿入の目的によって、それを挿入するために様々な特徴を付加された媒体がベクターとして使い分けられる。DNA の操作は通常大腸菌での維持に必要な要素を含む、いわゆる大腸菌ベクターで行われる。他方、 大腸菌に加えて、酵母や植物、哺乳動物等に由来する、細胞系で維持するためのベクターも存在し、シャトルベクターと呼ばれる。このようなベクターでは、非細菌の宿主生物に入可能な細菌、ウイルス的な要素を有する。ベクターを標的細胞へ入れることは、通常、細菌細胞の形質転換、真核細胞であれば、トランスフェクションと呼ばれ、ウイルスベクターの場合では、 形質導入と形容されることもある。プラスミドを改変し、ベクターとして利用したものである。プラスミドは、宿主細胞の複製機構を使用して複製できる、日本鎖の染色体外の DNA 配列を指し、一般には環状である。プラスミドベクターは、宿主内でプラスミドを半独立的に複製させるための複製起点を必ず持っている。プラスミドは、 大腸菌を含む多くの細菌、個細菌に広く見出されるだけでなく、例えば、酵母やサッカロミセスセレビシエといった、いくつかの真核生物においても見つかっている、バクテリアのプラスミドは接合性のものと非接合性の2種類に、対別できる。接合性のものは、細胞同士の接合を介して、DNA の転移が媒介されるため、個体群の細菌細胞間で急速に広がる。 例えば、カイプラスミド、R プラスミド、いくつかのコルプラスミドが知られている。一方で、非接合性のものは、接合によって DNA を媒介せず、R およびコルプラスミドで多く知られている。一般的なクローニング目的では、この用途に特化して、機能をデザインされたプラスミドを利用する場合が多い。これらのプラスミドは、一般に非接合性であり、 他の様々な機能が付加されている。例えば、マルチクローニングサイトと呼ばれる複数の制限酵素切断部位が連なる部位は導入遺伝子配列の挿入領域として利用することができる。クローニングベクターを導入された細菌は数時間で何百万ものベクターのコピーを細菌内で生成し増幅されたベクターを細菌から抽出して 下流の実験操作に利用することができる。一方で転写ベクターとして利用されるプラスミドは遺伝子発現を行わないように、あえてタンパク質発現に重要な配列を書いている場合がある。また、タンパク質発現に使用される発言ベクターのプラスミドでは、リボソーム結合部位、開始コドン、停止コドンなど、タンパク質の翻訳のための要素が含まれている。クローニングベクターの例も指き PBR3221977 年に構築された初期型クローニングベクターの最終形。アンピシリン耐性遺伝子とテトラサイクリン耐性遺伝子を持ち、制限酵素サイトを利用して目的遺伝子のクローニングが可能。コール1型で1細胞あたり1520のプラスミドが保持される。この PBR322 をもとに、 改良型の多くのプラスミドベクターが作られた。PUC プ,プラスミドベクター PUC19、PUC18 などが代表的である。アンピシリン耐性遺伝子を持ち、挿入 DNA 断片のウムをブルーホワイトセレクションで判別できるため、通常サブクローニング実験やプラスミドの大量調整に利用されている。コール1型で1細胞あたり500、700のプラスミドが保持される。 ペット系プラスミドベクター T7 プロモーター支配下に目的遺伝子を連結し T7RNA ポリメーラゼによる T7 プロモーターからの特異的転写を利用した誘導型高発現プラスミドとして主に利用されるアンピシリンあるいはカナマイシン耐性遺伝子を持つコール1型で1細胞あたり1520のプラスミドが保持される 非感染性に改変されたウイルスやバクテリオファージの複製系を利用する。ウイルスプロモーターを介することで導入遺伝子の転写翻訳を行うことができる。完全な複製能を持つラムダファージベクターや RSV ベクターなどのウイルスベクターを除き、組み換えウイルスは多くの場合、単独ではウイルス粒子へとパッケージングされない。そのため、 結出遺伝子を補う目的でパッケージング細胞を作成し、それに感染させる必要がある。この細胞から生じた組み換えウイルスは宿主に感染すると外来遺伝子を発現できるが、パッケージングに必要な遺伝子を持たないので事故、複製はできない。この性質を利用して人に対する遺伝子治療に用いられることもある。また、ウイルスベクターはしばしば、 宿主ゲノムへの挿入物の高級的な組み込みのために設計されている。この場合、導入遺伝子を組み込んだ後には宿主ゲノムに別個の遺伝子マーカーが残る。例えばレトロウイルスでは遺伝子挿入後には特徴的なレトロウイルス組み込みパターンが残り、ウイルスベクターが宿主ゲノムに組み込まれたことを後から検出することができる。 人工染色体は大きく3種類に対別でき、それぞれ公母人工染色体、細菌人工染色体、人人工染色体である。人工染色体は他のベクターよりもはるかに大きな DNA 断片を運ぶことができる。ヤックよび BAC は最大30万円基調の DNA 断片を運ぶことができる。それぞれの人工染色体には複製起点、 セントロメア、およびテロメア末端配列という構造的に必須な要素が含まれる。出荷酵母を宿主とする人工染色体ベクター。クローン化できる DNA 断片が数メガバイトと巨大なので長大なコンティグを作成する際に適するが、キメラクローンを生じやすいこと、クローン化した断片を安定に保持できないことが欠点。大腸菌を宿主とする。 人工染色体ベクター。大腸菌プラスミドの一種界プラスミドの複製系を利用する。最大約300キロバイトの断片を安定にクローン化することができる。ファージ p 1の複製系を利用したクローニングベクター。BAC と同様、最大約300キロバイトの断片を安定にクローン化することができる。導入遺伝子の発現を目的とする場合、 まずその導入遺伝子の転写を促進することが必要となる。遺伝子はまず転写によって複数のメッセンジャー RNA に増幅コピーされる。より多くのメッセンジャー RNA を生産することでより多くの量のタンパク質を発現することができる。そして生成されるメッセンジャー RNA のコピー数はベクター内部で使用されるプロモーターに依存する。発言は2タイプに分類でき。 一つは、向上的、もう一つは、誘導可能なものである。この異なる2タイプの発言は、使用するプロモーターとオペレーターのタイプによって、選択することができる。ウイルスプロモーターは、多くの細胞株やタイプで、一定量の転写を強制するため、プラスミドやウイルスベクターを用いた、導入遺伝子の向上的発言によく利用される。一方で、誘導可能な発言は、 誘導条件に応答するプロモーターに依存する。例えば、マウス乳腺主要ウイルスのプロモーターは、デキサメタゾンの喧嘩後にのみ転写を開始し、また、ダロッサフィリア熱ショックプロモーターは高温にさらすことで、転写を開始する。いくつかのベクターは、インビトロでのメッセンジャー RNA 酸性という、唯一の目的のために設計されており、転写ベクターと呼ばれる。このベクターでは、 ポリアデニル化と集結に必要な配列を書いている場合があり、タンパク質生産に使うことはできない。発言ベクターは、インサート配列の転写とそれに続く、メッセンジャー RNA の翻訳によって、タンパク質を生成する。したがって、単純な転写のみのベクターよりもより多くの機能が、ベクター中に必要となる。異なる、宿主生物で発現させるためには、それに応じた。 異なる機能が必要になる。具体的には、転写開始プロモーターや翻訳開始のためのリボソーム結合部位、集結シグナルなどが該当する。深刻生物の発言ベクターには上記に加え、以下をコードする配列が必要となる。人工的に構築されたベクターには、あらかじめ必須コンポーネントは含まれており、一部のベクターについては、その他の追加機能が含まれている。 ありがとうございます。